いらっしゃいませ、こんにちは。ミッキー&ゴン市川店の千葉ちゃんとカメラマンのソモです。よろしくお願いします。今回はですね、シンプルなスタートだと思うんですけれども、記念すべき第3回の怪魚ハンターの動画になります。おーっと、またでかいのが入ったって感じですね。そうですね、めちゃめちゃでかくなるのが入ってきました。じゃあ、あと今回それだけじゃなくて、ちょっとね、変わり種の可愛いのもご用意させていただきました。いやー、楽しみですね。この怪魚ハンターにいるためもう動画を回せるっていうのもありますんで、それではじゃあ千葉さん、今回もレッツゴーでよろしくお願いします。それでは怪魚ハンターに行ってみましょう。それではまず最初紹介しますのはポリプテルスエンドリケリーですね。第1回の怪魚ハンターでもご紹介させていただいた種類のお魚で、まあ、それとはまた別のね、個体になります。でポリプテルスが多くのヒレっていう意味で、背中のね、恐竜みたいなこのトゲトゲのね、ヒレたくさんあるの分かりますかね。これがね、名前の由来と言われてます。エンドリケリーは比較的おとなしい種類のお魚で、あ、こっちにもいますね。感じに比較的おとなしい種類のお魚で、下の方でじっとしてることが多いです。こんな感じでね、可愛らしいですよね。おとなしい種類の魚なので、口に入らなければアロワナとかダトニオ、プレコなんかと一緒に飼育することもできます。大きさは最大で70センチぐらいで、飼育下だと40センチから50センチぐらいのことが多いですね。で、見ての通りね、もうまさしく生きた化石っていう感じでね、古代魚の代表の種類でもあるんですけれども、この子たちが肺呼吸もできる種類で、たまにね、水面のところ上がってクイッとプッと吸ってまた潜っていくっていう様子も見ることができます。なのでですね、ちょっとね、水槽飛び出し注意っていう感じで、ね、蓋しっかりしていただくか、まあ、水位をちょっと下げておくのがポイントかもしれません。続きまして紹介しますのはダトニオプラスワンです。でさっきのね、お話で登場しましたポリプテルスとかね、口の入らなければ飼える種類の、一緒に飼える種類のお魚のダトニアでございます。じゃあですね、この子たちはまだまだ本当にちっちゃいベビーサイズで入荷した子たちですので、最近やっとね、赤虫をバクバク食べれる大きさになってきました。来た時はね、赤虫食べれなかったんですよね。ちょっとね、前にね、もしかしたら入荷した直後ぐらいで紹介させていただいたかもしれません。だいぶ安定したサイズになりましたので、また再度ご案内させていただきます。でプラスワンってことなので、とコンダトニオって呼ばれるとタイとかの方のダトニオのやつよりも縞模様が1個多い別の種類のダトニオになります。ちょっとね、この辺は説明すると難しいかもしれないので、まあ、自分で調べていただければ一番いいかなと思います。こんな感じで可愛らしい子たちです。まだちょっとさっきのサイズのポリプたちとは一緒にはできないですけれども、もうがっつり育って込みたい方おすすめのサイズとなっております。3番目ご紹介しますのはコロンビアオスカーですね。オスカーっていうと、まあ、大体30-40センチぐらいに成長する、まあ、中型のね、熱帯魚になります。でこの子たちも肉食で、最近大きめの2匹がメダカをね、食べれるようになってきたっていう大きさになりますね。なのでちょっと引き出はどう分かりやすいんですよ。まだね、ちっちゃい子たちになりますね。この子たちはコロンビアなので、模様がね、それぞれ全然バラバラで可愛らしいですよね。オスカーは一応いろんな種類のいる
熱帯魚なんですけど、有名なのとレッドとかタイガーとか、あとアルビノなんかも可愛いですよね。ね、そんな感じの中型のね、中型の肉食の熱帯魚の中では入門種って言われる、比較的飼いやすい種類の形になります。続きまして紹介するのはヘテロプシスっていうお魚で、いわゆる、ね、ナイルアロワナのことになりますね。一応アロワナの仲間ではあるんですけれども、どちらかというとピラルクとかに近いようなお魚で、アロワナ目唯一のプランクトンフィーダーっていう、プランクトンなんかはね、プランクトンとか、あとは甲殻類とか、あとボウフラなんかをね多く食べるような種類になります。なのでですね、今向こう隠れちゃって、なかなかねお店でも人がいない時にこう前バッて出てくるような感じで、まだまだ怖がってはいるんですけれども、こうやっと出てきましたね。こんな感じでちょっとね見えづらいんですけれども、とご飯を1回で食べれる量が少なくって、こう何度も何度もちょっとずつちょっとずつこう食べていくような、ご飯を食べ続けるような感じの生き物ですね。なのでお店では、まあ、水槽内にタッパー入れて、そこの下に、ね、赤虫とか、あと糸目なんかを、ね、入れておくようにしてます。感じで、なのでやっぱ飼育下でもできれば常にご飯が食べられるような状態を維持してあげると飼いやすいかもしれないです。紹介するのはニョロニョロ系お好きな方、もうめちゃめちゃおすすめのドラゴンフィッシュです。でも下水のお魚で、肉食のハゼの仲間ですね。種類的には結構大きくはなるので、泳ぎやすいように60センチ以上で、今日は90センチ以上の水槽があるとおすすめです、ね、めちゃめちゃかっこよくて、同士間であれば公園も全然大丈夫です。こう臆病な種類なので、できればパイプとか隠れられる場所を多く作ってあげるといいかもしれません。ちょっとねこの角度から見ると、ね、結構ハゼっぽさが出ます ね、 なねめちゃめちゃかっこいいハゼの仲間、ドラゴンフィッシュでした。続きましてですね、まあ、オープニングでも説明させてもらった今回の変わり種、ね、面白い可愛い生き物ということで、イエローウィッチャークラブです ね、 ね飼い方がいまいちよく分かってない種類のカニで、と水性抵抗が強くて熱帯魚なんかと一緒にも飼えるらしいです。お店だとマジックリーフつまんでたりとか、あとは赤虫と糸目ですねをむしゃむしゃ食べてる様子が見れます。一緒に入れてるね熱帯魚たちはそんな狙われてないんですよね。なのでこうお魚とかと一緒に飼いたいよとかっていう風な方、おすすめのカニになります。結構ね見た目も派手で可愛らしいですよね。頭のところの黄色に背中のブルー、足の赤ですね。あとはまあこう胸のとこ、胸のとこ、背中のとこ、いまいち場所はよく分かってないけど、赤紫っぽいバンドが入ってすごいねかっこいい、かっこよくてめちゃめちゃ目立つカニでいいんじゃないかなと思います。それではですね、最後ご紹介しますのは今回一押しのスポッテッドバラムンディですね。体に赤いに点々の模様が入る種類で、オーストラリアの東側に生息しています。大きさは最大で、まあ、70センチから90センチぐらいで、ただ体がね結構硬
いので曲がったりする泳ぎ方が苦手なんですよね。なので結構奥行きがあった方がいいかもしれない種類です。なんで泳いでるの見てるとね、やっぱアロワナとかと違って結構大きく曲がるんですよね。もうカーブの半円が結構でかいです。今はまだ赤虫をねもぐもぐ食べているんですけれども、もうちょっとしたらメダカとかにチャレンジしてもいいかなっていうサイズになってきてます。これからね大きくなってくる子ですので、ぜひね育て込みたい方、あとはやっぱね国内流通が減ってきてる種類のお魚なので、まあ、お好きな方は今のうちに手に入れとくのがおすすめの種類になってます。マジで年々値段が上がってるタイプの子ですので、まあ、お早めにスタッフまでお声掛けください。それではご紹介したカエデちゃんたちいかがだったでしょうか。いやマジで大きくなるんですね。ノージほんとびっくりしました。どうですかね、あの密着クラブめちゃめちゃ綺麗じゃありませんでした。いやもうほんとにほんとに自分魚やりたいなって改めて思う動画になったと思います。ほわほわねよくねあの怪魚が欲しいって可愛いですか。あ、バトロックスキャットね。うん、あいつねめっちゃ可愛くてめっちゃ飼いたい。もう本当、あ、そう、ちなみに篠原さんも飼ってるみたいなんで、いろいろ最近あの飼育方法とかどういうレイアウト作ったら楽しいかっていうの聞いてるんで、まあ近々お迎えしたいと思っております。まあね欲しい方はね相馬より先に買いに来てください。はい、まあお客様だったらしょうがないんで全然譲りますね。まあこれで第3回ということでいろいろ見せていただいたんでありがとうございます。また怪魚ハンターやる機会もあると思うのでよろしくお願いします。そうですね、また面白くてせっかくなるような肉食魚たち入ったらご案内させていただきます。それではこの動画いいなと思ったお客様、高評価とチャンネル登録、それからですねコメントもよろしくお願いいたします。それでは皆様の新しい生活とともに怪魚ちゃんたちのお迎えをお待ちしておりますので、当店市川バラ地店ですね、皆様足をお運びください。それでは千葉さんいつもの締めでせーのバイバーイ。ちょっと打ちそうよね、なんで今声に来たの。こっちの方が映えるかなーって思う。あ、映える、の方が可愛い。この恋さんとこのね千葉さんですね、いかにねこの声がでっかいかっていうのがねわかるかなと思います。はい、それではお待ちしております。バイバーイ。